私の学生は哲学と倫理学です。で特にですね、心の哲学という心身、心と体の関係を考える問題とかですね、を中心として研究を始めて、今でもそれがメインではあるんですね。でその中でですね、一番最初にこう勤めた先というのが、今名前変わりましたけど、国立の特殊教育総合研究所という、研究所とあと実際お子さんを見るそういう施設とかね、国立の施設だったんですね。でそこでかつては情緒障害と呼ばれてましたけど、自閉症とか ADHD とか、あと運動障害のお子さんたちの、心身関係について、一緒に研究するという活動をしたんですね。でその中 の中でこうコミュニケーションという問題に非常に興味を持ちました。声を出せない、あるいはこう出せてもこう限界のあるというね、あと言葉がなかなか普通に覚えられなかったりする、そういったお母さんたちの、支援をどういうふうにするのかというのが最初から私の関心だったんですね。でそうこうしているうちにですね、こう大体こう授業とかをしているとですね、科学的なことについて、一般の方たちと共有しながら、それをこう、例えばですね、遺伝子組み換え食品とかありますよね。でそういうのって、その遺伝子の組み換えについてはその脳学者とかあるいは化学者たちがこう専門的なわけなんですが、それがそう生活の私たちに入ってきた時にどんな影響を受けるだろうかといったようなことについて、科学者と一般市民がフラットに話し合うというのがサイエンスカフェという活動です。で言うと私 の対話活動ってそこから入ったんですね。でそれをですね、今度は哲学をテーマとしてやってみる。でさらにですね、衝撃的だったのは2000年のですね、8年ぐらいだったと思うんですけど、小学校とかですね、幼稚園でさえできるんだということが分かりまして、でちょうど私が勤めてた大学というのは小学校までありましたので、一貫校でしたので、でこれはこれ、これを幸いというわけじゃないんですけども、こういったところで試してみたいなというんだったのが、対話との始めです。したがってその私としてはその身体論的な心の哲学とは身体論的な問題と特別支援の問題とですね、一応その対話の問題というのは並行していったんですけども、ちょっと最近ですね、これ両方は非常に絡んでるなというのを感じざるを得なかったんですね。今まで私としては並行してやったつもりなんですけど、並行してるんじゃなくて根っことしてはすごいつながっているんだということにようやく気がつきました。でそれを対話の身体性というような言い方で考えてみたい。対話というのは私たちどうしてもコンテンツというかですね、言ってるこう言葉を文章起こした内容をお互いにやり合うという形で、データを作るというね、ICA コーナーかなんか取って文字起こしするわけじゃないですか。でもそれを読んだ時に何かないねと、学生と院生とかと一緒に研究してね、これ読み上げてもなんか違うねというのがあってですね、ビデオで撮るとやっぱりそういうのがまだ伝わるわけ、それでもライブ感というか臨場感まだビデオも繋がらないんですけど、そのって何なんだろうって考えた時にやっぱりこう身体性というのがすごく大切なんだということに、徐々に気がつき始めたんですね。そこでですね、メインの私のメインのテーマだった身体論といったものとですね、対話での、人間の交流といったものがですね、今一つにこう結びつけつつあるところがあるので、それについて今日お話ししようかなと思ってます。で、哲学プラクティスって言い方をするんですけども、対話を基本的な方法とした実践哲学、ところがこれが重要であることを私はもちろん思うんですけども、他方で最初から私が付き合ってたお子さんたちっていうのは喋れないお子さんも多かった。ところがですね、それだとコミュニケーションができないと考えちゃう先生方もいらっしゃった。でそれはこう違うなというのをひしひしと感じてたんですよね。むしろ言葉というのが何かそれ以前のものに乗っかって初めて言葉は言葉足りえるなというふうに思ってたので、対話を基本としたと思うと、対話というのは言語を使うものかどうなのかということをまたちょっとテーマとしては残しておきながらこう言いたいと思います。よく私小学校に対してどんな問いについて話したいってね、ちょっと汚いかもしれませんけど、なんでうんちっつとみんな笑うのかやったいみたいな、小学校3年生くらいですね、それと担任先生がやめなさいみたいなこと言うんですが、先生これでやってみましょうよって、そうするとですね、ちょっと突っ込んでみると面白いんですよね。よだれっつっても誰も笑わないって言うんですよね。で誰かがうんち漏らすと笑われたり恥ずかしかったりするけど、誰かがゲロするとみんな青ざめる
それはどうしてだと思うっていう。ちょっとこう身体において禁止されているものと禁止されてないもの、こう感染性の強いものと強くないものっていうのはこうだんだんこう明らかになって、1時間のうちにそんなことがもう明らかになってきて、結構身体論のコアの部分まで小学校 5年生だったか4年生だったと思うんですけど、ガッていくんですよね。でまあ、それでこうその担任の先生が感動されてたんですけども、で私何か特別なことやったわけじゃなくて、どうしてですかって言ってただけですねなぜですか、どうしてですか、どういう意味ですかと3つぐらいしか言わないんですけども、それでちゃんとそういうふうにいくっていうことですね。で答えがよく哲学界はないというんですけど、まあ、答えがないというよりも一つの問いに答えようとしているうちに次の問いになっていってしまうという、ね、こう逃げ水のようにこう問いが問いを生んでいくという、問いが答えを生むじゃない、問いが問いを生むっていうんですね。そういう形なので終わりがないと、答えがないと終わりがないっていう感じが正しい表現なのかなと思って、答え出そうと思えばできるんですけども、そこでなんか一旦打ち切り感があるだけで先があるなっていう感じですね。で哲学対話のルールだっていうんですけど、まあよくこれもよく言われていることで、絶対こうじゃなきゃいけないってわけじゃないんですけども、まず人の話をよく聞きましょうっていう、で喋ってると、私が喋ってる側、喋ってる側って変わらないんですよね。で聞くと人間変わるんですよね。だから人の話聞かない人って態度変わらなくないですか。あるいは聞いてるふりして聞いてない人変わらないですか。だからこう聞くっていうことがやっぱこう自分を変えていくと第一歩って聞くってことなんですね。これは小学校とかの活動でも重視したいということをやっています。それからですね、人の言葉を使わずに自分の言葉を使って自分のできる範囲で話を説明していくっていうことですね。でそうするとですね、だんだん自分の考え方って変わっていくし、対話をしていくうちにお互いに深まっていくっていうことですね。深まるって言葉をよく私たち使うんですけども、深まるってどういうことかっていうと、前提を問い直すってことですね。前提を問い直すって。でそのためにはですね、当たり前のことですけど、人を馬鹿にするようなことは言っちゃいけないとは思うんですけども、これ言うとちょっと前の人 の顔を潰しちゃうかなとか言うのでも、ちゃんと正しいことであり、言うならば、言葉を選んで はっきり言えばいい、ね、でこう質問するとね、反論みたいに捉える傾向が日本ではあるんですけど、そうじゃなくても普通にお話をすればいいな、そうした安全な場を作るっていうことですね。安全な場って普通の、ね、日常では難しいんですかね。学校とか学校って難しいんですか。大学ではそういう質問って OK ですよね。でも嫌がる先生もたまにやったりしますよ。で例えば国会なんかではもちろんどんな質問でもするってことね。だって何か設定がないとこうフラットな場所って作りにくいんですかね。会社なんかでここにやってくれてた時に、なかなかこう上司がいると喋りにくい、そういう関係、力関係があるときに喋りにくいようですね。でこのいわば普段で学校の中で先生が力関係の力になっちゃってると、もちろん話しにくくなっちゃうね。でこれどうするかというのは結構重要なポイントであります。でですね、ここのこれを取り外す最大のやり方というのは何かというと、私の考えではゆっくりやるということです。今ちょっと私早めに喋っちゃってるんですけども、私はそもそも早口で普通の先生の講義は倍速で聞けますよ。先生の倍速で聞けませんとかで音でも4倍速ぐらいになっちゃうんで聞けませんっていう本から出るんで、長いですからやって怒られてるんですけども、それともかくとしてゆっくりするっていうのは実力として非常に大事なんですね。で意外ですよね、こう権力関係がゆっくりすることによってなくなるって、なんかね方向性としては違うじゃないですか。権力関係をなくすにはこうね、なんかこう他の政治的な操作が理想じゃないですか。それをゆっくりすることによって解除できるんじゃないかっていうのが面白いところじゃないかなと。時間を自分のペースで使っていい。で人がこう何か木が熟するまで待つ。こんなことを話したときに最近うちの学生がこうね、ミハイル・エンデル・モモっていう小説でお読みになった方いらっしゃるでしょうかね。そんな話近いですねって言われて、あ、そうだったなって思ったんですけども、実は言うと時間を自分でこう思うままに使ってみるっていうことが今私たち非常に難しくて、
お互いの中に共通にいるときはなお難しいんですよね。でそれがこう可能になるっていうのは実を言うと結構単純なようだけども重要なんじゃないかなっていうふうに思ったりするんです。でゆっくりするっていうのは、まあ、ゆっくりしゃべるとかですね、時間をゆっくり使うんだっていうこと、これがですね実を言うと学校教育の中で一番 やりにくいって言われてます。そんな時間使えません。いつも先生重要なのは分かりますけど他にやることあるんでそんな時間使えませんって言って、ね、で会社でもそうなんですよね。こういう根本的なところについて話し合わないと新しい発想出てこないですよね。でも時間がなくってっていうね、いう大体そういうことだと思うんですね。何か時間をどうかするとか言うってことが何か私たちの根本のところで縛ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。哲学対話でこう、まあ、これがやり方ですよとか技ですよっていう感じで喋るんですけども、それっていわゆるその本筋から外れたスキルではなくてそのスキル自体が何かの本質を表現しているというふうに思ったりします。で例えばですね、対話するときの時間の原則、おわさんっていうんですけども、願いましてはおわさんですね、ゼロにしちゃうっていう。で先ほど言ったみたいに聞く態度を取るためには時間をゆっくり使う必要なんですね。早く早くってね、例えばこの中でも学校の先生いらっしゃるんじゃないかと思うんですね。でそうするとですね、はい、じゃあこの問題分かるかって人、はい、なんとかさん、はい、ありがとう、じゃあ他のところちょっと聞いてみるね、5秒しか待てないんですよ。これでも長いでしょ。刺して3秒答えがないと、じゃあなんとかさんってこう振っちゃいませんかね。これぐらい待たないんですよね、私たち。ですから時間を使うことがですね、非常に制度的にも個人的にも本当に難しくなって、たった3秒ですね。今度はですね、なんか効率よく0時間で従来の解決法でパーンと答えが出るっていう、まあ、もしかしてこうネットとか私のパソコンに向かっている時間が10何時間も1日あるような人間ですけども、それでこうカチャカチャやってパッパパッパ答えが出てくるって、これにこう慣れちゃってなおさら加速してると思うんですけど、まあ、こうした効率よく従来の答えを得ていくっていう形で何かがもちろんやられてるんですよね。だから使ってるんですけども、でも一方で何か非常に強烈な何かが失われているというふうに感じます。で私たちはこうなんか焦ってるんですよね。なんか焦ってて、それは何で焦ってるかというと追いつくんだと思ってるんですよね。追いつかない、今や走っていかないと追い抜かれちゃうとか追いつかれない、追いつかないとかとかそういうことですよね。追いつくってことは多分何か先を走ってる何かがあって、それにこう追従していっていかなきゃいけないっていうこと。でそのスタンス自体をゆっくりするってことは捨てるってことだと思うんですよね。でも再開させること、で、まあ、私たちは積み重ねてきたものをこうもう一回ゼロにしてみる、これを恐れるんですよ。今までこんなに積み重ねてきたのにゼロにしちゃうのか、これをすごい恐れているみたいなですね。でもう一つこう待つっていうこと、これが私たちできない。で、まあ、待つっていうのは何か来るのを待つんです、当たり前ですけどね。で何かが熟するのを待つんですけど、何か待ってるんだけど何が来るのかわからないですよね、待つって。もちろん待ち引きと起きたるときはね、誰かと待ち合わせてハチ公前でなんとかっていうねっていう形で待ち合わせるんですけども、もちろんそこで友人を待ってるんですけども、なんかそこでその時にはその友人の何を待ってるのかなっていうんですよ。なんか違うことを期待してるんじゃないのかなと思って待ってる、何か新しさを私たちは待ってるんじゃないかと思うんですよね。でそこでこう何か来たことによってやっとそれがそこで始まる、一種の出会いがあって始まるっていうことですよ。だから待つっていうのはその実を言うとそのさっき言ったゴアさんの感じがあって、何か新しいものが来るまで待ってそこで来たものから始めるっていう、そういう感じがあるんですね。で対話の中でも、対話で誰かに話してもらうときにこう、まあ、発言待つわけですよ。よく僕も結構待ちすぎだと言われてプレッシャーになってるぞと言われたりもあったりするんですけども、何かこう新しいものが来るんじゃないかとこう待つ、こうずっと待って、でこうそこで発言したときにもうそうするとその発言から始まるんですよね。今までの流れではなくて、古い池は川と水の音でしたっけ、
あれってこう古いって何のことかわからないけど、太古の世界の中にポンと音が出て何か始まったっていうイメージだと思うんですよね。それをカエルで表現してるんだろうと思うんですよ。なんかそういう感じが、待つっていうのはこう、カエルが来るかどうかわかんないけど何か音を待っているっていう感じだと。この感じというのが準備されて準備通りに進行することには一切ないんですよね。私も教育学科に勤めているので、学生が教育実習に出ます。そうするとですね、こう何ですか、授業表というか、まあこうね、何分後で何分からで質問が何か出たらこう答えるみたいなのを全部計画表が出すんですよね。でそういうふうにやってたらダメだよと。で、そこで教育実習行くとですね、子どもたちがせっかくいい発言してるんだけど、この自分たちの計画内で全部スルーしてなかったことにして、最初のパチンコのところに落ちるようにですね、落とすわけですね。でそれがうまく落ちるといい授業だったねって言われたりもするんですけども、それは全然いい授業じゃないなと。そう、何かを待って、そこでこう新しいものが始まった時にそれをキャッチするっていう感性をやっぱり子どもには分かってほしいなと思ったんですね。でそれはですね、私最近間合いという本を書いたんですけども、まあ、そこで実を言うと身体性としてこう間っていうのに非常に関心がありました。で間っていうのは、まあ、この感じですよね。もともと月だったそうですね、日じゃなくて。でこう戸が開いて光が出てくる感じです。これが間だそうです。で、まあ、戸の外側に光が充満して、それがこうドアちょっとこう開いて、そこから何か光が差し込んでくる。でこう何か前もって何か漠然と充満してたものがちょっとした隅からスッと差し込んでくるというのが間という、まあ、イメージとして分かりますよね。感じてなかなか見事なもんだなと。で間っていうのはただポカンと何もないんじゃなくて、何かがつながってるわけですよ。こうあって何か一つ間があって、その次があるんですけど、前後があるんですけど、何かがこうつながってる。で何かが持続している、まあ一種空虚なんだけど何かが持続している。でその間こそが、その空虚こそが2つをつないでいるというのがありますね。でこれがこの発言と発言の間の間っていうのがこういうものであって、この間の中に何かが飛び出してくる、ものがあって、私たちはそれを待ってるんだと思うんですよね。でまあこういうのをちょっと日本の古典を紐解くとですね、世阿弥の背の暇っていう、これどうしたら観客が本当に、自分と舞と同じような気持ちになってくれるのかっていうのは、どうしたらいいのかっていうと、ストーリー通りにやると、単純に言うと観客の方はうまくできてるかどうかって評価する、距離を取る。そうではなくて、自分の体と一体化するためには何をするかっていうと、何もしないことなんだってやつ。でこれが難しいのは、何もしないってことを意図的にやると、それまた評価されるんです。あ、何もやってないね、止まったね。そうではなくて、何か動いてる時にぐーっとこう溜まってしまって、思わず止まってしまう。それは意図的じゃなくて、そういう空間ができた時にガーッと人の気持ちがあそこに集まってくるんだっていうことを前面言ってます。でまあこれをですね、よろずの技能をここ一心につないでっていう、まあ、それはよろずというのは観客の心を含めてこう分析つける、まあ、そうした間合いというのが効果があってですね、まあ背の暇という、何もしない状態として意図的に演じるんじゃなくて、何かこう充満したものが次のところに移行する間にぐーっと力がこもって止まってしまう。そこにこそ何かこう次の展開をみんなの引きつけていくんだ、まあ、こんなことを書いてるんですよね。私ちょっと剣道やるんですね。剣道で一方的に打ち込むのはあんまりうまくない。相手を打たせてところをバンと反撃して打つっていう方、その時のこう引き込み方もやっぱこれとほぼ同じ。で待ってる状態なんだけど、何が来るか分かんないけど待ってるっていうのを詫びるっていう、つまりこう間っていうのは詫びてる状態、間を持ってる状態、詫びる状態。それは寂しいんですよ。次の雲とか来るまで寂しい状態で、だからこれを詫びさびっていう。だから間合いとわびさびっていうのは実を言うとすごい関係性があって、まあ、対話でこう次の発言があるまでぐーっと待つっていうのはわびさびの状態なんですよね。
でその時にですね、対話で私いつも感じていることは、今こう喋ってるんですけど、どうして喋れるのかなと思うんですよね。そう思いませんか。まあもちろんざっくりこうパワポ作ってるわけですよ。でも原稿読み上げてるわけじゃないんですよね。で言葉こう次に出てきて、で皆さんがこうそこ分かってるよ感の空気があったらそこ長くして、なんかこうハテナマークがなんとなく見えたらちょっと説明するっていう感じのやり取りしてるんですよね。やっぱそれは多分皆さんも、私がこのまあしゃべくりの、まあ、ある種のプロだっていうかなってことじゃなくて、皆さんも多分普通の会話の中でそうしてるんだと思いますね。はい、でその時になんでこう喋れるしのかなっていうのがずっと不思議な、誰が喋ってるのかなと思って、で同じように誰が考えてるのかなっていうふうにいつも思うんですね。まあ、デカルトはご存じのように我思うように我ありって言うんですけど、思ってるのは本当我なのか、誰か思ってるから誰かありっていう感じなんですけど、なんかそれはこうね、近代的な考え方とは違う何かがそこにあるんじゃないかなと思うんですね。で一方 で哲学対話をやってると、まあ、食べすぎる人がいて、ね、話しすぎちゃう。で話しすぎる人ってなんで話しすぎちゃうのかなっていう、あと科目、まあ、場面科目というね、不安神経症の一種の場合もあるんですけど、お子さんには多いですけども、まあ、親しい人とか家族とは話せるんだけど、大勢の前だと、まあ、誰しもは緊張しますけどね、本当に全然喋れなくなってしまうという人がいます。で、話さない人はいますよね。で、話さない人ってなぜ話さないのかなという。ただ、この会話はうまくいったなという時には、別に完全に均等ではないんだけど、話すべき内容をみんな話してくれた中がどっかであるんですよ。さっき言ったこうそれぞれが言ってくれたの、それぞれがこう活発に話してるんだけど、全体としてこうまったりうまくまとまったな、まとまったって一つの正解が到達したってわけじゃないんですけど、ただ何かこの場に揃うべき材料というのは全部出せたねっていう感じのことなんですね。それはどう言ったらそうなるのかなっていうふうに思うんですね。でその時にですね、発言のコンテンツ、何を言ったかだけじゃなくて、こう身体性に注目してみたいんですよね。で、私がいつも思うのは、話しているのは本当に自分なるものなんだろうかっていうことですね。というのは、やっぱり対話が活発になるのは、最初に提示する内容がすごくいい場合なんですよ。絵本を読んで子供と話すってことがあるんですけど、この絵本の内容がもうすでに話すべきことを、一種も持ってて、それをこう私たちはそれを受け継ぎながらもう次のことをやり始めているっていう感じがするんです。で先ほどの周りで言うと、もう最初の音が出て、私たちの音が出る次のところの間のこう充実がもうすでに読んだ時には できている感じがするんですよ。で私たちはこう普段内容を考えずにですね、喋るんですよね。でこれどうしたらそんなことが可能なのか思うんですよね。不思議で仕方がないと、まあ、ある学者に言わせると頭の中でその構文を作ってね、コンテンツをこう核の子から送り出してきて喋ってるんだって言うんですけど、まあ、全然そんなことないんじゃないか、もう大嘘なんじゃないかと思うんですね。超水からピンカーに至る専門家の方は分かるように、その路線というのはもうまるっきり違うんじゃないかと思って、そのむしろ私たちがこうなんかこう相手とやり取りするときは、こう身体的にこう握手をしたり、ニコニコ笑ったり、ちょっと自分のことを表現したときは変えたりっていう、そんな非常に身体的なやり取りとしてできているんじゃないのかなっていうのが一つです。もう一つはですね、話すことに近いのは、むしろこの自分がこういろいろ考えるというよりも、夢見てることに近いじゃないか。なんでしょうかね。夢ってこう、夢を見るって言いますよね。でもなんか本当に目の前に見えてるわけじゃない。なので、でもなんで見るっていうかっていうと、なんか自己帰属感が弱くて現実っぽく見えるんですね。あ、これ嘘、夢だなって気がついちゃうこともありますけども、なんかこう現実っぽく見えるのは、自分がそれは思ったり記憶したりしてもしないのが出てこないと思うんですけど、でも自分に帰属してる感じが弱いんですよ。で、そんなような形として私たち発言内容が出てくる、夢を見るように発言内容って出てくるんじゃないのかなっていうふうに思ったりするんです。で夢の内容ってどっかいろいろ記憶したりしたりですよね。で同じように何か自分の思いっていうのはそもそも
いろんなところで誰かが言ってる音とかを話というのを全部聞き取って、なんか私たそれを真似する形でこう蓄えていて、それがなんか外側からノックされたと出てっちゃうという感じが私のあの対話の感じなんですよね。ですからこう自分がこう思ってこれをこうパッとこう出しましたというよりも、なんかこうなんかさっき言ったあのいいコンテンツと相手からの話とか質問によってこうノックされてこうドアからダーッと出てってしまう。まさにその待っているドアが開いたっていう、ここの中に何かが充実してノックされるとドアがクッと開くんで、それがザーッとこうザーッと出てってしまうっていう感じを思うんですよね。でそのこううまくノックできたかっていうね、まあノックして誰が開けるのか知らないんだけども、こうそれがこうギギッと開くような開きができるのかっていうことがすごく大切、対話では大切なことで、そのために待ち、そのためにこう間を作りいうことなんじゃないかなと思うんですね。私兄弟いるんですよ、男の兄弟、弟じゃないんですけど、電話かかってるんですけど、びっくりするね、こうね、こう父親から買ってきたのかっていうぐらいの感じなんですよね。声が似てきてっていう、逆に父親の記憶が薄れてきてるんだと思うんですね。そうするとですね、発言内容を似てきますんですよね。でこう不思議な感にとらわれるんですよ。でそれ多分私たちがその親の仕草というのを知らないうちに真似してて、まあもしかして遺伝ってあるのかなと思ったりもするんですけど、多分コンテンツもどっか聞いてるのをそのままこう受け取っていて、喋り方とか、それは要するに内容の抽象的な観念じゃなくて、喋り方とか間とか言い方とか発音の上下とか、そういったこともこうもろごと真似していて、それをこう出しているだけじゃないかなっていうふうに思うんです。そんなふうに思ったりもします。まあそれをこううまく言ってくれた人がこうバプチンという人がいてですね、他人の言葉は書き手の脈絡のないように入されても、本来の指示対象を保持し続けって書いてあるんですけど、どういうことかというと、私たちは人から言葉を学ぶんですね。人から言葉を学んだときに抽象的な文章を学んでるんじゃなくて、さっき言ったみたいにどういう場面でどういうふうに言って、どんな形の声色でどんな表情をつけて話すのかってことをもろごと真似してるんだと思うんですよ。で真似してるんですけど、最初こう借り物なので、あくまで借り物として最初を使うんですけども、だんだんその誰かから、まあ、先生でも親でも友達でもいいんですけども、あるいはテレビでもいいんですけども、この場面で使うとうまく効果が出るんで、そう使い始めるんですよ。でも完全に自分のものにならないんじゃないかなと思ってるんですよ。なんかこれ自分で喋ってんだけど、これ誰か別かなという感じが最後まで抜けないから。でこのいわば自分の言葉になってるんですけれども、それがこうやっぱり本当は人のもので、で多分先ほど言った私の親も誰かから聞いたんですね。で誰とは言えないこう何だかわからないいろんな声というのが私たちの中にあって、それがその外側からこうノックを叩かれることによって出ていくとしか思えないんですよね。なんかこうイメージで言うとこう負債があるんですよね。で返してよっつうと、おっつってこう証券の方が向こうに吸い取られてっちゃうっていうね、振り落とされちゃうっていう、振り込まれちゃうっていうか、そんなようなものじゃないのかなと思ってですね。でそういう意味で自分の中にいる、まあ、他人とも自分ともつかないうぞうむぞうの何かが、向こうのにもいるうぞうむぞうの何かとこうし合って出ていっているっていう感じが私にはするんです。まあ、これをうまく表現したのが腹話性という、先ほどのバクチンの言葉ですね。腹話性って二人羽織のことです。こう前で人形が話してるんだけど、後ろの操りのあれなら口を動かさずに声を出す。私たちも何かこう後ろにいつも誰か二人羽織的に複数の人たちがいるんじゃないのかというふうに思えてならないんですよ。で子供の哲学って何なのかというと、子供の頃から哲学させたいねっていう気持ちを持っていらっしゃる方がいらっしゃると思うんですね。今後いろんなねこう柔軟な考え方が必要なんでっていう、でそれは否定する気はないんですけども、私たちはその子供性というのを教育って何のためにあるかってことですね。で最近私は思うには、教育というのは
子供であり続けるために何かをやることじゃないのかって思ってます。教育って子供を大人にこうね、ドローンって爆破させて社会化させることだっていうふうに思われがちなんですけども、まあ、もちろんほっとけば子供は社会化するので、教育のやるべきことというのはいかにして子供性を私たちの中に維持していうことなんじゃないのかということなんですね。で、哲学の役割というのは先ほど言ったみたいにこう形が定まってしまいそうなものというのを何かの形でリズムとしてずらしながらそこに隙間を作って新しいものが到来するのを待つっていう感じの活動だとするならばですね。で、そして哲学はこの前提を問い直す、私たちが知らない間にこういろんなことを前提としてるんですけど、それを問い直す活動だとするならば、子どもというのはそれをまあ受け継いでないので、まあ、ある意味でこうずっと始まりを生きてるわけですよね。で、だんだん成長すると始まりを生きなくなるんですけども、この子ども性というのをこうずっと維持していくっていうことが、つまりこう最初から何かを作り出してもまたこうゼロに戻すっていう、それはずっとメロディーラインがこうただ続いていくんではなくて、リズムというのは何度も何度も同じことが別の形で繰り返されるんですね。そうですよね、リズムって同じようなものが違った形で繰り返されるんですよ。そうですよね。ドラムとか考えてみたらいいと思います。子供っていうのはそういう存在 でそこにこそまた新たにまた別の形で前のものを受け継ぎながらも変わった形でこう打ち直していく、そうしたものが、まあ、哲学ではないのかな。言うとするならば、子供であることと哲学的であることというのはかなり本質的なつながりがあって、子供だから哲学をやらせて哲学を学ぶといい勉強になりましたっていうのは否定しないけども、それやるなとは言わないけども、それはまずちょっと浅くて、やはり子供の持っている哲学性をいかに我々は彼らから彼女から受け取るかっていうことありますね。その意味で子供であり続けること、むしろ自分の子供性を養い豊かに発展させること、まあもちろんやだやだってスーパーマーケットでひっくり返したら皆さん困っちゃうんだけども、その辺は大人になるとしてもですね、一方で発想とかいうことに関してはいつでも新しくなり続けるいうことじゃないのかなと思うんですね。子供性とは大人に成長する過程で乗り換えられるべきものではないとですね。でも逆で、教育というのは子供を大人に転換することではなくて、生活がこう技術的になって固まっていってしまうのをどこまでも子供性を維持しながらやり直していける、それは先ほど言ったみたいにこうずっと同じものが続いていくものではなくて、リズミカルに間を持って別のものが現れていく、そんなようなものとして私は哲学を考えるべきじゃないのかなと思うんですね。で、子供を生かすってことはそういうこうなんかこうものであって、その何か原理みたいなものが哲学対話の中に現れることがあって、そうすると対話はうまくいくっていうふうに思ったりもするんですね。だ、音楽というとかですね、踊りダンスっていうのは結構私たちが対話とか子供性とか哲学を考えるときに本質的な何かを表しているんじゃないのかなというふうに思ったりもします。ちょっと漠然としてますよね。まだ考えまとまってないんで、これからもうちょっと突っ込んで本にしておこうと思ってるんですけども、まあ、今考えているのはこんなところです。どうもありがとうございました。まずですね、いや僕まず一番面白いなと思ったのは、対話の時に話しているのは誰なのかっていう、まあ、問いの立て方がやっぱりすごい面白いと思うんですよね。まあ、まず普通考えたら、まあ、自分が喋ってると思うと。で、でも実はそこの中にはいろんな人からこう借りてきた、あるいは自分の中に溜まってきたいろんなものがこうまさに間が、ね、門から日が差すように何かのきっかけを得るとこうよどみなくこう出ていったりするっていうようなあり方にこうなっていて、まあ、借り物であるとか、あるいはバフチの福和性という言葉で話されたところですよね。で、ただ一方で河野さん一番最初に哲学対話のルールのところで、まあ、聞くのが大事だという中で自分の言葉で話すというのが出てきたと思うんですよ。で、これって僕も対話の場作りをしていた時はすごくよくわかる感覚で、例えばその学生さんとかでやってた時にですね、あ、これは
自分の意見じゃなくて、この場でこう言っておけばいいなと思うことを言ってるなみたいな感じと、あ、やっぱりこれは自分が実感をこもって話してる言葉だなっていうのは、やっぱりこうなんか見て違う感じがすごくすると。で、じゃあその時のですね、その自分の言葉で話してるっていう感じと、先ほどの一方で、もともとはその借り物であって、で実際本当に自分が話してるんだろうかっていうこの感覚が、まあ、両方今ないまぜになってると思うんですけど、このあたりちょっとまずどんな風に考えてますか？本当そうですよね。まあ、私その最初自分の言葉で話せっていうふうに言ったときに、その反対というのは、まあ、人の言葉をそのまま、例えばニーチェはこう言ってましたみたいな、ね、あるいは最近なんとかっていう本を読むとみたいな、それってそのいわば権威づけるためにことやってるんで、その権威づけは言えませんよっていうのが第一の意味です。それは軽い意味なんですけど、重い意味としてはまだその言葉を十分に使い切ってないっていうんです。つまり自分だか他人だか分かんなくなっちゃったけども、もしかして自分じゃないかもと思ってるぐらい使わないと、少なくともその誰かの引用っていうのは出した時にこう何ですかね、カレーに溶け込んでないゴロッとした具みたいになったんですよね。だからルート浮いちゃってるわけですよね。でそうじゃなくてこう溶け、もうちょっと溶け込まなきゃいけないということなんですよね。でその意味でこうまだこう十分にあなたはこうそういうこううまく使い切ってないですよね。もう使い切ったならば誰それっていうか誰から借りたってことを言わなくて済むんですよね。言わなくて済むんだけど、でも誰かのものである、この誰だか分かんなくなってる状態というのはすごく面白いことなんじゃないかなと思います。今日のお話の複和性もそうですし、河野さんの書かれてる本の中でもそうなんですが、実は自分が喋ってる言葉というのが完全に自分だけに閉じてなくて、むしろ実は いろんな社会の、まあ、自分じゃない誰かとつながってたりなってるんだってことにすごく気づくことがこう大事だっていうお話もなんか中でされているじゃないですか。で、それをまさに複和性とかこの達成、まあ、多い声の達成性っていうふうに言うのですけど、それってやっぱ自分の中に自分ではない人がいるというかいう感覚っていうのがやっぱり対話の中では出てくるってことなんですかね。おっしゃる通りだと思います。私たちはこう見るとこうそれをこう模倣するんですよね。見た途端にそれと同じ動作を作っていく一種の何て言うんですかね、まあ脳でいうとミラーシステムというのかもしれませんけども、見るとそれを模倣する力があって、よくスポーツなんかでも、まあ、見取り稽古とかね、よくいい試合を見るとなんかそこで得るものがあるっていうふうにあると思うんですよね。私は何かを、うまくないというか、今だとね YouTube のビデオを見てそれを見るとこう、あ、こんな感じになるんだとこう、ね、身につけていくと思うんですよね。そんなのを私たちはこう通りを通っているときに、まあ、無数の人のことが入ってきてて、それを何かの形でこう取ってると思うんですよね。で、私は割とこう影響されないんですけど、友人のその、学者でも若者の言葉にすぐ感化される、まあ恥ずかしいというかね、知るんですよ。超なんとかみたいなこう、まあ、超でも古いからもっと新しいこと言ってるんですよね。でその取り入れ方をこう使っちゃってるんだけど、本人もそういう取り憑かれてることね、気がついてないで言ってるわけですよね。例えば何ですかね、しばらく私看護学校で非常勤講師やったんですよ。で看護学校の9割が女性なんですよね。そうするとやっぱりこういろんなものの配置とかこう振る舞い方っていうのはこうやっぱりこう女性的な振る舞い、まあ、女性的な本質があるのかっていうとこれはそうだけども、やっぱりちょっと違うわけで、それがこう徐々にこう染み込んでくるんですよ。そんなことってあるんじゃないのかなと思うんですよね。先ほど の話しているのが誰なのか問題っていうのをもう少しこう突っ込んで聞きたいんですけど、その対話をしているときに今自分が話していることは紛うことなき自分の意見だっていうある種の感覚と、でもそれが同時に自分だけのものではなくて他のいろんな人の意見とか話みたいなものが、なんか考え方とか言葉みたいなものが自分の中にこう入ってきてるんだなっていう、だからこういうこの自覚みたいなものが同時に起きるみたいな、本当に自分でしか分からないって言ったら喋るかなと思うんですけど、話すかなと思うんですけど、私は音を聞くと光が見える人間なんですよ。はい、共感覚ってやったんですか。でね、これね、かなり年を取るまでみんなそうだと思ってたんですよね。
って話通じなくてですね、つまりこう言っても通じなくて何の反応もないと言わなくなるんですよ。でかつそれはなんかこうあの辛いものは辛いみたいな感じで何も言わなくなっちゃうんですよね。私たちがこう喋るって時になぜ喋るのかなんですよ。なぜ言葉を相手に投げつけることをするのかっていう深い動機があるはずなんですよ。でそれは自分のものだから何とかっていうんじゃないと思うんですよね。なるほどな。いや先ほどあの負債って言葉でも話されたと思うんですけど、あの不思議な感覚だと思うんですよね。そのだからずっと話を聞いてると何か言いたくなるっていうこの言いたくなるっていう感じっていうのをあの普通は自分の中になんか考え方が固まってきてそれを自分の意見として表明するみたいにこう見えがちだし思いがちなんだけど、ポーさんのお話はなんかちょっとそこが違うんですよね。そうではなくてなんか溜まってきてるものを逆に返したくなるって面白いですよね。返したくなるってことはそもそも自分のものじゃないから返したくなるわけで、そういう感覚だってことですよね。そこにあるのはですね、はいはい、もうなんか勝手にこう物をくれちゃったみたいな。そうすると、もう返さないといられないなっていう感じで、ただこうなんか色つけないとねっていう感じで返すんですよね。で一方的にもらいっぱなしっていうのはできないので聞いてないんだと思うんですよ。授業とかもそう思うんですよ。シーンとしてるときはこう聞いてないなぁ感なんです。で本当にこう自分としてはちゃんと伝わったなぁ感があるとこうなんていうんですかね、なんか質問と意見感がこうもわっとこう雲の上に上がってくるんですよね。でそこは止めて何か質問ありますかとか言ってもこのでっかい教室の中でこっちに向かっているのは勇気がいるので、じゃあちょっと隣の人で喋ってみましょうって言うとババババババって喋るんですよ。ババババババって喋ってわわわわなった時にはいはいちょっとちょっとっつって5分ぐらいだったね、じゃちょっとそこの人を喋ってみてくださいって言うとバーッて、ね、それってこの何か溜まって返さなきゃいけない感があって、あのつまんないとただスルーされて下向いてなんかこう内職されてるなっていうオンラインではわくわかんないのはあの全くそれがわかんないとかね。先ほどの色つけて返さないとっていうそのやっぱり色つけて返したくなるとか、あのオウム返しのように言われてることをそのまま返すわけじゃなくて、やっぱり何かしらこう色がつけちゃう。で、自分のものじゃないんだけどなんか自分っぽさみたいなものに回すっていうか、私ファシリテーターの時はオウム返しなんですよ。なるほど。こういうふうにすると向こうが勝手に喋ってくるんですよ。あの鏡、あの壁打ち状態っていうんですけど、こっちテニスで言うと壁になると、向こう勝手にバン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 って言うんですよ。でこのミラー状態を作るっていうのは結構ファシリテーターの極意だと思います。あの質問 するわけですよね、ファシリテーターね。 その時にいいことを言って自分の色をつけようと思っちゃダメなんです。この時はファシリテーターの時はもう鏡のように反射させるんです。鏡のように反射させるんですねって返すんですよ。あの鏡のようにって言いましたけど本当はこうこうなんで、あ、本当はこうこうこうなんですか、え、なんとかなんとか。警察の尋問って壁打ちですね。あ、同じ方法が取られてるんだ勝手に喋ってしまうんですよ。そうすると、あ、なるほどなと。喋らせるってことですね。そうですね。例えば僕たちでもそのじいちゃんばあちゃんとかと話をしていてですね、やっぱりこうすごい不思議だなと思うんですよね。 どうしてこの、まあ、話をしている時にこんなにこう元気になっていくのだろうというか、まあ、元気という言葉はちょっと強すぎるかもしれません。あの僕たちはあったまるとか言うんですけど、なんか本人があったまってきてる感じ。しかもそれは本人がめちゃくちゃ話してるっていうことでも案外なくて、今日の話の中で言ってみたいにちょっとした一言をまさにこう木が熟した時にポツっていうことによってその時の表情とかが全然違うみたいな感じがたくさんあるんですよ。先ほどのそう溜まってきたものを返すっていう風な感覚と、そのどこか本人が、まあ、これまあポジティブな意味でですね、こう、まあ、温まってくるというかポカポカするというかみたいな感覚になるなと思っていて、そこにはこう どんなことが起きてるんでしょうね。あのこれは沖縄の話だったと思うんですけど、まあ、沖縄のある地域というのは米軍基地が抜けた後なので、まあ、あのちょっと経済的には苦しかったりね、あと
家庭的にはさまざまなこう人種の人がね、お子さんたちがいて、その時にですね、まあ、その小学校ではちょっと緘黙症の子とこう知的障害の子がいてですね、その、どうしましょうかって言うから、いや絶対一緒にやってくださいって、確信があったんですね。多分この2人こそが対話のコアとなるであろうという確信があったので、そしたらですね、やっぱりずっと話を聞いていた最後、緘黙症で、それは多分白人と日本人のハーフ、ハーフって言うか、ハーパーのハーフの、緘黙だと知らなかったんだけど、ブワーッとしゃべったんですよね。こうなんかこう、咳が切ったようにしゃべったという、最後、一言みんなで まとめる、どうですかってバーッとしゃべったんですよ。もう一人の知的障害の子はですね、こう仕切っちゃってですね、ずっと仕切っちゃって、途中で疲れちゃって、普段仕切ってないから疲れちゃったんですけども、ですからこう、負債っていうのはこう、普段からこうね、負債に慣れてる人、まあ、よくお金借りちゃってる人はこう返し方がうまいんですけども、あんまり借りてない人はどさっと来ちゃうと、ね、バーンとこう思い返しがくるんですね。でその思い返しっていうのは、ある意味でこう対話慣れしてる人っていうのはこう手加減ができるんで、良くも悪くもこう 流れるんですよね。でこの普段こうお金借りてない人はですね、ドーンと返すので、その時にこう次元が違う深さが出るんですよね。そこを待ってるんですよね。それってやっぱりこうその人の中に、まあ、それまで の人生というか生きてきた中で、まあ、ちょっとずついろんなものを河野さんにとって借りてきてるわけじゃないですか。でそれを返すタイミングをずっとこう得てないかったわけですよね。でそれがこう積まれ上がってきたものをようやく返すことができるっていう、そういうふうな感覚っていう、そんな感じしますよね。そんな感じしますよね。ただまあずっと返してないのにきっと不幸なことなので、やっぱりだんだんねそういうのを、やっぱり私たちはその扉を開く何かこう鍵みたいのがあって、その鍵をこうカチッとこう本当短い言葉ですよね、何かそれが開くと出てくるっていう感じで、それはこうなんていうんですかね、ちょっと勉強しろっていうなんかじゃないですよね。なんかこう勘であり、まあ、経験でもあるんですけども、なんかそれはこう高校だからっていうふうにこうセオリー化は簡単にできないような気がしますね。例えば著書の中でもそれがその自由って言葉で話されたりとか、やっぱりこう その人が何かしら従来の在り方からこう少しこう解き放たれるような感覚と同じようなものとしてこう語られたりすると思うんですけど、やっぱり自分の中にあったものが自分のもの、全部自分のものじゃなくて誰かのものだったっていう、まあ感覚というか自覚みたいなものがやっぱりある種のこう解放感とか自由とつながってるっていうことなんですか。それをいろいろ気がついたんです。いつも言ったのはこうどっかで自由な晴れ晴れとした顔をバッとこう出るんですけども、この感じというのは最初私が栗浜のですね、特殊教育総合研究所、今特別支援教育総合研究所って言ってますけども、に行った時に運動障害を持っているお子さんたちってやっぱりこうちょっと同じようなパターンのところにこう何ですかね、運動も場所もちょっと閉じ込められちゃってると周りの人に失礼なんだけども、制限されてる時なんですね。でそれをこう新しい場所に連れて行ったり外に出していったり、あるいは新しい動きをさせてあげたりで、ちょっとしたこう表情の変化を捉えて言葉じゃなくても返信をしてあげると、さっとこう光がバッと刺すんですよね。で、あ、これは何か鍵が開いたなっていう感じです。でその時この次の光がこう保つようなことをやり取りする、その言葉じゃなくて動作とか触ったり、触るの最近ねパワハラだったかっていうけど、そういうのは必要な時もあります。でなのでこう触れてあげたり、ではちょっと新しい感覚のものをあげたりすると、バーッと新しく広がったっていう感じ、この広がった感が、まあ、自由って私はその言葉で表現したんですけど、そんなのは言葉ではなくてその鍵を開けるっていうのはいろんな形でこう場面であるんじゃないかな、身体性っていうふうに言ってるのはそのことです。なるほど。だから言葉が出てくるというのはあくまで一つの、結果の一つみたいな感じということですよね。それよりもやっぱり河野さんの今日の話のいうところ の鍵が開くっていうか、こう錠前がカチャッとなるみたいな、その瞬間みたいなものが何かしらその人にあって、
あの木を熟すとかあのいう言い方で言われてたのってまさにそういう感覚だと思うんですよね。まあ、対話でもそういう、こう身体性というのは現れで、先ほど言ってて文字起こしにするとそれが何にも失われてしまってですね、あのまあ、あの学生とねなんかつまんないものになっちゃったねっていう、まあ、本当にそうなんですよね。ビデオでもまあ捉えきれない感じっていうのはどうしてなのかなとは、もう光が差したって別にビデオで見ても光が差してないんですよね本当で変わってないじゃんみたいな。あの僕も関わって福祉の現場とかの現場の人たちはみんな分かるわけですよね。その振る舞いとか顔を見てるので本当に光が差すとか表情がパーッと急に変わるみたいな感覚って、でもそれって何かそのエビデンスがあるんですかって言われると、文字に起こしたとしてね、文字になってるわけもなし、これ言われてしまう。エビデンスあるんですかって言うと、もうあの人は話し合わないなっていう、ね、サインですよね何かが到来するっていう言い方で今日河野さん話されてたなと思って、でしておそらくそこのポイントは何が来るかわからないってことなんだってことを話されたと思うんですよ。郡司ペギョさんって人がですね、ペギョユキオさんって人がやってくるって本書いていて、僕も郡司さんと話をした時に、郡司さんの時一番こだわったのは何がやってくるってのが分かってないことなんだと、それがあらかじめ予定されてるものがやってくるはやってくるじゃないんだってことをすごく言ったんですよ。何が来るかわからないけれども、でも何かが来たっていう、でその来たところから始めるんだっていうのが哲学対話の話だったんですけれども、やっぱその感覚と先ほどのそのやっぱ身体性というか、そういう表情だったり感覚を共有する、こう身体が共有しているこの 場の感じっていうのはやっぱすごい大事になってくるんですかね。そうです、身体性ってはまさにそういうことで、あと私あのよく使うタクトって言葉を使いたいと思いますね。タクトっていうのはあの木を見るに瓶ってやつなんですね。あのバンバーネンというあのオランダの教育学者が、あの看護の専門家でもある人が使っているタクトってことなんですけど、まあ、英語のあれで、あの木を見るに瓶にその機会を逃さない、そうした瞬間というのがあって、教育というのはまさにその人の扉が開く瞬間というのを逃さずに支援して、そこで何か必要であるならば材料を与えてあげることなんだっていうふうにこう言うんですね。でそれはケアと教育とは同じ原理でできてるはずなんだってい いうふうに言います。であのまさにその通りなんですよね。でそのでそのママネの本を読んでもですね、タクトについて書いてあるんですけど、要領を得ないということですね、まあ、あのやっぱりこうこうすればタクトなんだよっていうのは誰も言えないんですよね。ですから一種ケーススタディを並べ立てるしかないんですよ。こうしたのこういう場面でこうなったって、ああなるほどこういう時だタクトって言ってこの瞬間にそれを逃さずにパッと何か支援してあげる、あるいは褒めてあげたり、あるいは まずい逆のタクトもあるんですね。あのまずいって時はそこはちょっとダメですよってこう言ってあげる、そのまさに瞬間瞬間というのを逃さないっていうことがすごく大切なんだってことを彼は繰り返し言ってるんですけども、でそこはそのやっぱ一般化はできずに、いつも彼が使うのはこうケーススタディなんですよね。こういう場面があってそこでこう理解するしかないかなっていうふうに思っているんですよね。あの先ほどあの対話のリズムによくうまく入れないっていう話されてましたけれども、あのおそらく日常のいろんなところでもですね、あのここでちょっと自分は話すことができないなとか、ここでこんなその話されている場に入るローリも入れないっていうふうな、ある種の難しさみたいなものも身体に根ざしたものであるがゆえに、こうすごく持ちやすいものでもなんかあると思うんですね。そのあたりは逆にどういうふうにこう捉えていくものでしょうか。うん、そうですね、それは非常に難しいところで、ゆっくりってまずそこなんですよね。あの話せないっていうのは、あのエスカレーターの前でこう足踏み出せずにいる方がいらっしゃるんですよね。あのやっぱあれはこう見ちゃうんだと思うんですね。あの下のこの流れを見て、でそれに合わせようとするとなかなか足が出なくてこう躊躇しちゃったり、でやっぱりあれはそうではなくて、バーンといってその1回目着地したところで2番目の修正でこうあれすれば、皆さんそうしてると思うんですよ、無意識のうちに。そうするとうまく取れるんですけども、そのように何か合わせようという気持ちが逆に、合わせられなくしてるんですよね。で、しゃべりすぎる人って司会させると静かになるんですね。あの面白い話です。司会すると聞かなきゃいけない。でこう振る役になった時にはみんな静かなんですよね。つまりこう、いろんな人に同調しすぎちゃうんですよね。そういう喋りすぎちゃう人、すぐこう浅いというか、ある意味で浅いって言い方だと失礼かもしれないけど、まあ
こうすぐパンとパンパンパンとすぐ反応しちゃうのでガーッとなっちゃう。それをこう聞くとこう順番、そのこういう順番っていうんですので落ち着かせる部分がある。で先ほどのその対話のリズムにこう体をが、まあ、合わせていくっていうか体が合うというか、そのまさに気を見出すっていう感じも場を自分がまさにこうあの強くコントロールするわけでもないし、完全に場に自分が流されまくるわけでもなくて、どこかそこに、まあ、うまくこう何でしょう、波に乗るというかみたいな感じがあるんじゃないかと思う。まさにそういうこう体の持っている どっちでもない、受け身でも能動でもないところみたいな話ですか、ね、おっしゃる通りだと思います。飲み込まれちゃって自分がなくなるのでもないかといって、自分が何でも作ろうとするとさっき言ったみたいに逆に喋れなくなっちゃうということなんですね。でそれをこうどうふにしたらいいのかなっていうのはこうずっと悩んでるところなんですけど、さっき言ったみたいにどっか言ったみたいに夢を見てるっていう、ね、感じ、あのこう逆にこう場としてこうなんかこう夢を見てるような感じな場になると緊張って感取れて、そういったことができるのかなと思ったりしますよね。さっき言ったみたいにこうなんとか自分でこうしなきゃってこう意図が充満してしまうと、あの入る機会を逃してしまったり、自分のさっき言ったみたいに計画通りのことがあって、さっき言ったように間というのは何が来るか分かんないけど待ってるっていう状態ですね。この受け身だけどこう来たらバッと行こうってい こうその構えっていうのの感じというのは、計画の中に落とし込もうと思ったら絶対できないし、計画の中に落とし込もうとしたら余計な余韻排除しようとするわけです。要するに周辺状況条件というのを排除しようとしてもう線形化しなきゃいけないんですね。そうした時に対話というのは本当につまらないもの、対話じゃなくなってしまう。で逆にこうなんか飲み込まれちゃってると本当に聞いてることにもならないんですよね。さっき言ったみたいにそのうまくこう夢のようでいて自分が自分で いてるような場っていうのは、なんですかね、どういう形でこう作れるんだろうかっていうのがあって、あのさっき言ったみたいに場所の設定から、あの体調からですね、最初体調聞いてもいいじゃないですか、ペテルの家とかみたいなんですか。冒頭の方で河野さん、これは日常では難しいんですかねってすごい問いかけられてたと思うんですね、はい、つまり日常的に僕たちもいろんなところでいろんな話をしている。で一般にそれは会話と言われるわけですよね。だけど日常的な会話の中でやっぱそういうふうな哲学対話のような対話っていうのがこう起きづらい、あの起きづらいっていうことがおそらくあるんじゃないかと思うんですけど、起きてたらもっと世の中変わってると思うんですけど、あの起きてない感じがするのですが、やっぱりね、誰かが何かをコントロールしたい、まあ、その結局起こしたいっていう、 それがまさに誰かにあの一部の人だけに偏った時に、まあ、あのコントロールが強烈になっていって他の人が黙るということになると思うんですね。だからその意味では最終民主主義の問題ではあるんですよね。ただあの私たちこう子ども哲学やってる有名な、ね、ハワイ大学のジャクソン先生って方がいらっしゃるんですけど、彼やっぱりこうすごいなと思うのは、出てきた途端にこう僕も喋りたくなっちゃうんですね、まあ、入ってきた途端にこう聞いてほしくなっちゃうんですよね、まあ、これはすごいなと思いました。さすがにこの頼りない人なので助けてあげなければ感があって、子供たちもその助けようとして喋るんですよね。もう最初からこうなんだろう、負けてる感というかこう、うんとですね、それ私あの、それに一番近いのはやはり僕の感じではそのベテルの家なんかでやってる当事者研究の語りっていうのが近い、最初からこう負けてる感じで出てくるんです。とこうまさに背の日まで出ていってこうそこに人が充填されていくっていう感じなんですよね。こうなんでしょうね、あの素晴らしい脳の演者がもう出てきた途端にガーッと持ってかれる感じと、まあ、ジャクソン先生ちょっとユーモラスだけど、まあ、狂言っぽいけども感じとか、まあ、ベテルの、 あの当事者経験がうまくいった時の感じとかって非常に似ている、引き出されていくっていう、でなんとなくこう非日常的な感じもする。でそれをどう作ったらいいのかなんですよね。あの僕は今日なんか本さんが一つおっしゃっていたあのゆっくりするっていう話ですね。であれにはやっぱすごくいろんなヒントがあるのと思っていて、さらにゆっくりするってどういうことかって言った時に、河野さんはあの時間を自分のペースで使っていいっていうことなんだっていうふうにおっしゃってたんですよ。でこれはあのやっぱり
すごく大事な指摘だなとなんかまず思いました。で確かにじゃあ日常生活の中で僕たちが時間をまさにこう何でしょうね、まず効率が良くないとかですねいうふうな言った時に考えられてるのってそれ借りを返すんじゃなくて貸してるんですよ、うん、貸してるんだ俺は貸してるんだよずっとだんだん怒りが溜まってくるんですよこんなに貸してるのに何の帰りもないみたいな木が熟してもうもらったものをどっかに返さないと気が済まないな感のこの熟し方の反対でもう最初からもう何かしてないけどこっちやってやってる貸してやってるこう与えてやってる感がこう強くなってくるとどんどん荒れてくるますよね。スポレーとかレジャーとかねいうのはもともと学問のもととなっている言葉というのはそういう遊びという余裕のある時間というのがあって、まあ、それがクリエイティブなものにつながってたと多分昔の人は直感的に分かってたんだろうなと思うんですね。それがなかなか私たちはこう効率とあとさっき言ってみたスケジュール通りに何かやっていってそれが終わったら達成したみたいな感じになって本当は達成した感がないのでよりスケジュールを細かくするんですよね。でその延長上に充実感があるだろうと思ってですね何とかやりました、年間獲得しました、何とかなりましたっていうのをこうたくさんやればいつかこう充実したものがあるだろうと逆の方向なのでイライラするばっかりでもうどんどん悪くなっていくっていう感じがするんですよ、ね、ですからまあ時間っていうのは本当にもうよくよくこう考えてみる必要があるのかなと思いました。福岡に宅老所寄り合いというところがあって村瀬さんとかの代表なんですよ。最近伊藤浅さんとかと対話の本を出されたりして僕も福岡で、はいそこが何かさせてもらったんですけど村瀬さんによれば寄り合いの極意は時間を年寄りとスタッフに任せてることだっていうふうに言うんですよね。だからプログラムを捨てるんだっていうふうに言うんですよ。で普通のその施設は朝8時にご飯11時にお風呂っていうふうにプログラムが決まってるとプログラムにいかに合わせるかっていうふうに支援しちゃうとでそうなっていくと全く自由がなくなるっていう、ね、で結局何時に食べてもいいよ、まあ、大体朝食べてくれると僕は嬉しいけれどみたいな感じでこう関わっていってお風呂入りたいかどうかも話して決めるっていう形に全部時間を委ねるのが裁量管理者の仕事はそれだって話をまあされていてでそれによって初めて一見不自由、まあ、それでも不自由なんだけれども不自由の中に小さなこう自由がこう生まれて行くのだって話はなんかされていてですね あの感覚と今日おっしゃられていたその哲学対話の中でもされているこう時間を預けるっていう話っていうのはやっぱすごく同じ話をされているなと思いましたね。それはすごく本質的な例を出していただいたんじゃないかなと思いますね、まあ、私がこう、よく勉強させていただく浦川のベテルの家というところではこう最初こう、まあ精神疾患を持った方の、まあ、グループホームと言っていいのかな、なんですけども、まあ、その時集まった時にですね今日の体調と何時まで働くかって自分で宣言するんですよ。今日の体調はなんかちょっと頭痛いですなので、昼までとしさせてくださいみたいなこう自分でスケジュールを言うとそうしたことの持ってるこの緩やかさとですね居心地の良さというのはこう思うと大変なことがあるなと。まあ、この感じっていうのをどうしたらこの P4C 子どもの哲学の中で表現できるかなっていうのはまあずっと課題なんですよね。で、まあ、今時間ということと身体ということにこう一つ二つの重要なポイントがあるなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、まだねよく分かってない感じです、ね、でも最後の方でこれもすごい面白い指摘なのが教育は子ども性をいかに維持するかっていう時に、まあ、子ども性で言われてる話も今の時間に対する感覚とやっぱすごくこう近い感じがなんかしました。何時までに何をしっかり計画立ててやるっていうのを一見それが教育をしているように見えるけど、まあ、コーネハスさんに言うとさ真逆だとむしろ時間の中にちゃんとこう自分が豊かにこう浸れるというか逆に言うと時間というのはあまり気にしない形で生きられるというかそういうふうな時の感覚っていうものをどう維持するかっていう話とすごく近いなって気がしますね。そうですね、結局そういうふうに答えてできてこう何かをいつまでに達成しなきゃならぬっていうようなことでできて社会っていうのはやっぱりこう私たちのこう、ね、いろんな活動っていうのは生存以上のものがほとんどなわけですよね。
でその一時にも急ぐ かもしれませんけど、そうじゃない活動を急いでやっても、あのなんでこんなことしてるんだろうかっていうような形になっていくと思うんですよね。で、まあ、そうしたあの、ことをあの強めれば強めるほど、私たちはこうよりスケジュールをきつくすることによって充実するんじゃないか、何か達成感を得るといいんじゃないかっていうんじゃなくて、達成するんじゃなくてその次が出てくるという間が大切なんですよ。終わったっていうことじゃなくて次があるっていうことが大切なんですよ。何かを待つっていう状態が次につながらなきゃいけないんですよ。今ここまでこうやったんだけど、次何来るかなとワクワクっていうのがこう大切な状態なんですけど、私はこう終わらして終了っていう感じでね、それはあのなんか死を言う呼び寄せてる感じがするんですよね、なんかね。人は分かり合えるかっていうことも裏側にあって、でだんだん年取ってくると分かんなくていいやっていうふうに思うんです。普通の生活で話してて、あ違うなと思っても、まあいいか、時間が何とかしてくれるわよ、分かり合う必要があるのかとかね、分かり合うってどういうことかとか、なんかその辺をちょっと今お話を伺ってて思っていたところです。分かり合えると認め合えるっていうのは同じですか？なんか分かり合えないというか、絶対自分と違うっていう人はいると思うんですよね。だけど、まあ、そういう人もいてもいいやっていうか、あこの人はこういう人なんだなとか、こういうような背景があって今こんな風なんだろうなっていう、認め合えるような人になりたいなとは思っているんですけど、なかなかそうもいかないけど。今通じ合うとか分かり合えるとかっていうのって、その前提に分かってくれるはずだっていう対象に対しての通じ合える分かり合えるだと思うんですね。例えば私はイタリア英語は多少分かりますけど、イタリア語とか英語とか分かん、あのフランス語とか分かんないと、そもそも自分が期待してないじゃないですか、通じ合えるとか分かる、そのレベルが違う、はい、だからどういう対象に対しての通じ合える分かり合えるなのかっていうところはちょっとはっきりしないと、ちょっとなんとも漠然としてしまうのかなっていうふうにちょっと感じました。多分子供って誰もが体験はしてきながらも、その当時自分を子供として見ていたのかどうかはこうちょっと置いてけぼりで、改めて大人になってから子供っていう対象を見ていくっていう、なんかそこに それぞれが見てる子供性というかものの違いがあるんじゃないかなと思って、この機会に考えてみたいなと思います。時間の感じ方はなぜ違うのか、ちょっと今日の前半のお話で聞く時間の話が出たかなと思ったのと、あと先ほどのお話で子供っていう話を聞いて、いや今の自分のこう5分と子供時代の5分って全然違うなと思ったり、まああのね、楽しい時とそうでもない時とか、まあ、いろんな時間の感じ方ってなんで違うのかなって思ったのと、もう一つはあの皆さんのこう克服話からちょっと想像なんですけど、面倒くさいってなんだろうと思います。話す天気が違う人と生きるがいい、生活するとか一緒にいるとか、生きる難しいでもなんかさっきお互いに満足してっていう通達なので、これをなんか言い換えるんですか、はい、安心できる場っていうのが出ましたよね、うん、安心するっていうことが言えるじゃないですか、うん、障害者とか高齢者の方と向き合う仕事をしてるんですけど、まあ、あの関係性を良くするために褒めるっていうことをするんですが、意識的に共感をするっていうことを、全部は共感できないけどその感情は分かるよとかっていうことを、まあ、同じでテクニックとしてしてきていて、共感ってな、まあ、共感力でもいいのかもしれませんけど、どういうことなんだろうってちょっと日々考えながら、なんかそれがその逆に作用することも
ありますし、うまくその分かり合えたって思うこと、分かり合うと思う中にできるのかもしれないんですけど、ちょっとその辺は褒めるもそうなんだけども共感ってことも考えたいなって思ったので、ちょっと挙げさせていただきました。まあ、でさ、共感が逆に作用するってどういうところなんか教えてもらえますか。例えば中途障害の方とかで、まあ、自分共感していてもあなたそんな経験ないでしょとか、この体わからないでしょって言われたら、まあ、それをその場で返してくださる方だったらいいのかもしれませんけど、返せなくて実はこう思われてるっていう場合もあるし、なのでこう、まあ、共感されたくないって方ももちろんいると思いますし、で考えると共感ってどういうことなのかなって、私も母がその具合が悪くなって家に戻ったので、前にどういう考えを持ってるのかっていうのは実際こう追っかけれてないっていうところがあるんですけど、受け入れられないも何も死を排除してんじゃないかなっていう感じはしますね。排除してるっていうのはこのことに向き合いたくないとかっていうこと。向き合えないんじゃないかなと思って、向き合いたくないってのも、まあ、あるんじゃないかなと思います。考えたくないっていう意味で向き合いたくないんじゃないかなっていうのは、戦後のそれこそ復興の頃とか頑張ってきてきたんだろうなっていうのを思うので、祖父のことをこう否定はできないんですけど、なんかちょっとこうもっと現実に目を向けたらいいんじゃないかなっていう個人的には思ったりとかしちゃいますけどね。見るは距離のある感覚で、聞くも距離があって、でも触るっていうのは距離がゼロで、触れるは距離がマイナスだって言ってるんです。朝さんマイナス、その奥を感じようとしてるよねって、それがすごく対話的だなって思ってて、なんか皆さんが話してる中でペースが違うっていうとか、違いがある人のその意識を向けるっていうことが安心が生まれるんじゃないかなって、はい、息子とはすごくペースが違うと感じて、いろいろあったんですけど、最終的にはやっぱりハグしたんですよ。言葉はない、ただトントントンって言って、そうしたらお産後が素敵なのが今すごい思い出したというか、そういう子供じゃないんだけど、その探るっていう、その彼の体をこう触りながら、喋ってないんだけど、多分いろんな思いをさせてる。ペースっていうのが、その人がこう自由自在に変えられるものじゃないものなんだなっていうことを思ってて、だからそれはなんだ、その人そのものみたいなのに結構近いもので、逆に期待するっていうのが、もしかすると違う人になってほしいというか、そう変えてほしいみたいなことだとすると、その人はそのペースが、まあ、すごい頑張ってないかするとか、まあ多少はあっても、やっぱり基本はこういうペースとかがあるのに、そうじゃなくてこっちのあなたでいてっていうことになるから、その安心っていうことになる、その期待するとっていう話があったのは、その安心っていうのと対立するのはそこなのかなっていうことを今。なんかそれを受けて、なんか私もさっきから安心ってなんだろうって思ってたんですけど、なんかその他人をコントロールしようっていう気持ちがやっぱり否定につながるのかと思って、なんかその人はそのままでいいって思えばその人も安心できるから、多分息子さんは安心したのかなと思って、だからやっぱり他者を、全然違う他者をコントロールしようとすることが不安につながってっていうことなのかなと。
ですね。私高齢者と関わっていて毎日単調で生きてても意味がないとか、そのもう何にも変わらないこんなの、こんな人生つまらないとかって言われていて、でまあそれでどうしたらこの方々が生き生きと暮らせるんだろうって考えた時に、あんまり子供性っていうふうには考えたことはないんですけど、当たり前だと思ってたことがちょっと先入観だと思う、まあ、なんだろう、新たな、まあ、ちょっと好奇心を違う方に向けて新たな刺激を味わうとかっていうことで育てることっていくらでもできるなっていう考え方で、まあ、仕事というか向き合ったりはしていて、なんかそういうこととその育てるということは関係があるのかなとちょっと皆さんのお話をお聞きして思いました。はい、質問です。はい、なんかその老人たちは何にも変わらないから、はい、もう生きてても意味ない、死にたいって言ってるわけですよね。まあ極端な話そういう方もいらっしゃる、ね、なぜですかね。まあ理由はいろいろあるけど、多くは生きていると誰かに迷惑をかける、人の世話にならなきゃならないって思ってる方が多くて、でこんなことをして生きていて価値があるんだろうかっていう問いをよくもらうことがあるんです。こんなことと、まあ、いろんな方がいますけども、食事を食べさせてもらわないと栄養を取れないとか、でも見方を変えれば口からちゃんと物が食べれるわけだし、捉え方によってはその前向きに考えられる要素はあるんだけれど、なんだろう、マイナス面をクローズアップしてしまいがちな方が多いように感じていて、なんで、はい、自分たちが何も役に立てないって言ったんでしたっけ、うん、と思うんですかね。で、なんで役に立てないといけないと思うんでしょう。難しいところだと思うんですけど、もし自分だったら、ま、その何か人に役に立って生きているという実感があることが自分自身を勇気づけられたり、生きていることをこう再確認する術になるってことは確かだなと私も思っていて、でも動けないから人の役に立ってないっていうことも同時にそうではないなと思っているので、その役に立つということを実感させられる何かを与え続けられたらいいなと思う。子供は同じように食べさせてもらって遊んでるだけで役に立ってないんですけど、私役に立ってないんでもう生きていたくないと思います。なぜですかね。存在自体が癒されたりっていう部分が要素が多いっていうことも一つなのかなとは。なんか、まあ、おっしゃってくれたことが、子供性が価値があると言ってくれた確信なんだと思うんですよ。子供役に立ってないんだけど、全然気にしてない。死ぬことを想定して生きろっていうのがなんか今社会通念としてある気がして、例えばスティーブ・ジョブズが今日鏡見て今日死ぬとしたらお前何したいかみたいな感じで、なんかそういう風に生きるのが是とされてるんですけど、本当かよってちょっと思ってるところがあって、死ぬことが悪いこと
悪いことっていうか、死から逆算して今の生のために何をしておかなきゃいけないかみたいな、そういう積み立て算みたいな考え方があんま好きじゃなくて、あのそこら辺がすごく難しい。でもみんな、私いつ死ぬか分かんないんだから今精一杯のことしようよみたいなことが、本当そうかってちょっと思ってるところがあるんですけど、去年の4月から精神科の訪問看護師に転職して、その前あの政令市の保健師っていう公務員やってたんですよ。で、あの公務員やってた時は今死んだら本当に後悔すると思って今絶対死ねないと思ってたんですね。で、あの4月以降精神科の訪問看護師やってるんですけど、でも本当にやりたいのは本屋なんです。で、全然違うじゃんってみんなに言われてるんですけど、あのでも最終的には本屋になりたいけど、今その精神科の訪問看護師やってる今死んでもあんま後悔しないなって思ったんです。なんかこの先に本屋になりたい私はいるけれど、まあ道途中で死んだとしてもまあそれはそれでしょうがないなって思えるけど、多分去年死んだら本当にもう人生報われないというか、もう本当に嫌だって思ったと思うんですね。なんか別にじゃあその精神科の訪問看護師が幸せいっぱいでずっと常にこうバラ色かっていうと決してそういうわけではないけれど、でもね、何か私の中では今ちゃんとここにいるっていう感覚があって、まあそれこそ10秒後に死んでもまあ後悔はしないかなっていう思いがあります。子供は言葉ではこう表現できないと思うけれども、やっぱりその今来た かわいいとかこう愛しい、そういう人との大人とのまた親との関係性でそういう今自分がいていいんだという感覚を持っているとすれば、その役に自分もなんかもう近いとこだなと思ったんですけど、誰かの役に立つの やってもらうだけの一方の人間になった時に、誰かにでもそういう私に何か食べさせてくれる人がそのことを嬉しいと思っているっていうふうに感じられたら、生きている価値がないとは思わないのかなって思いました。子供の方が同じことが起こってても大人と違ってすげーとかなんかこう感動の度合いっていうのが高いですよね、やっぱりその経験値がない分。だからなんかそういうような気持ちがお年寄りの方でも持ち続けてる人は割となんか食事にこう自分の期待以上のなんかデザートがついてきただけでもちょっとその日幸せな気分になれたりとかするのかなってちょっと思ったりとかしたんですけど、今日のことで言うと私世田谷線に行って私初めて乗ったんですけど、なんか家すれすれのところに走っててなんかそれ楽しく、途中にあの椅子席も空いたんでもう座ってなんか思わず娘になんか今世田谷線とか LINE しちゃうぐらい、なんかまあ写真とか撮らなかったですけど、まあそういうちょっと先生とはあの別の、私はキャロットタワーに着いた時にはそれほどワクワクしてなかったですけど、なんかその途中の世田谷線が今日面白かった出来事一つ挙げてくださいって言われたらそれかなみたいな感じに、なんかそういう今日を振り返った時にちょっと自分でこれはテンション上がったなみたいなことが、そういう感情を持てるっていうことが子ども性なのかなっていうふうにちょっと今皆さんの話を聞いてて思いました。受け止めるっていう言葉と受け入れるっていう言葉が違うっていうふうに私結構強く思っていて、あの受け入れるの前段に受け止めるがあると思ってて、その本当に佐保さん言ったみたいにあの逆パターンが起こってるっていうのは、あの受け入れてもらおうとしに行ってる、とでもそこでうまく受け入れてもらえない と受け止めるの逆で、受け入れるの逆か拒絶とかっていう風になるんだろうなってちょっと思いました、ね、受け止めてなんか相手にこう
け入れるかどうかを任せるというよりは、うん、受け入れてもらえてるみたいな意味でおっしゃる、うん、あ、そうです。であと、あのひとみさん のハグは受け止めた結果、ひとみさんが息子さん受け入れただなって思った印象として、だからそのハグがあったことで息子さんはなんかなんだろうな、安心した、うん、安心、受け入れてもらえたんだなって安心したじゃないかなって想像ではありますけど、受け止めてもらうだけじゃ安心にならないとか、受け入れてもらわないとなんかダメなのかっていうのは私ちょっとよく分かんなくて、そう、なんかすごい言葉が抽象的になってきちゃったんであれですけど、そのペースの違いを感じた時に、違うなって思った後の話だった。分かってもらったっていうのが受け止めてもらった、そこにもう安心はあるんじゃないかなって思って、別に受け入れるは本当にまさにその考えを私の中に取り入れて同意しますって感じだと思うんですけど、同意はしないけど、あなたがあなたであること、あなたの考えは分かったよって言われると安心があるなって。そこには変わりなさいとか急ぎなさいはなくて、なんか息子がこんなに話に出てると思うんですいや、なんかでも今おっしゃった話を聞いてると、私がそのハグした時に受け入れたって感じではなかった、受け止めてくれたっていう感じ、受け入れるまで受け入れるって感じ、とりあえずなんかそうですね、今感じると受け止めてくれた、受け入れるって自分の中に消化しないといけない感じだと思うんですよね。だいぶ入ってきてるっていうか、そこを、いや、まあ、このなんかこう議論をぶった切っちゃいますけど、他人をそこまで消化するってまずできないと思うんですよ、きっと極論は。だからまあ基本はもう受け止めるが安心のベースというか、まあ、そこがもうある種ゴールであって、受け入れるまでいっちゃうともうだいぶだな感じのような気がします。私はなんか正直今までこの人を受け入れてくれたなって思ったことはあんまりない気がするんですけど、うん、なんか否定されないっていうだけで十分安心はできるのかなと思っていて、なんか、まあ、そういう人いるよねみたいな感じで放置、それだけでも十分安心っていうことにはつながるのか、なんか受け入れてくれたっていうのはあんまりないでしょう、私は。そのもっと深く仲良くなりたいと思うタイプの人と、うん、なんかその一人が好きな人とかもいるじゃないですか、うん、だから多分それは人によってどれが安心っていうのも違うのかなと思っていて、でも、うん、その一番浅いところでの安心はやっぱり否定しないっていうことに近いのかな、まあ、極端な言い方をすると役に立たないし生きてるか、その価値っていうのがすごいさっきからちょっと気になってて、あの子供の時はそんな風に思わないのに、それは価値を後から植え付けられてるんですかね。なんかそのあたりがちょっと聞きたいなと思って、なんで生きてる、いつの段階でそんな、もう世の中の役に立たない人とか何かこう有益なものを生み出さない人は生きてる価値がないよって思ってるから多分そういう発言が出るのか、なんかそこがちょっと子供性とどう関わってるのか、価
値って変わるんです。別に生まれてから死ぬ瞬間まであまり変わらない気がするんだけど、でも多分受け取り方は全然変わってる。私あの今の仕事に就く前にあのスクールサポートスタッフっていうポジションであの先生たちのフォローで、あの、まあ、要は雑用なんですよね。コピー取ったりあの掃除したりで先生たち の, あの出たゴミ集めたりとかそういうのをしていて、あのその時に私全然こうときめきがなかったんですよね。なんかこう自分はこのまんまでいいのかなって。でもすごいお給料の待遇いいんですよなんかでも年休も7日間ついてるし、でボーナスも出るしすごいいいんですよね。でお金を取るかこ の, だあの自分がこうときめかない仕事を作る、全然やりがいがないってわけじゃないんですよね。先生たち の, あの手伝いをしているわけで、たあの役に立ってるって思ってはいるんですけど、あのときめきがないで毎日毎日がなんかどんどん辛いっていう状態になってしまった時に、あのどっちを取るかって思った時に、やっぱり自分のチャレンジだったりやりたいことっていうのを素直にこう出したいっていうところで、まあそこをちょっと今思って、子ども性自分がやりたいって思ったことをできるかできないかっていう、一歩踏めるか踏めないかっていうのは、もう子どもは多分躊躇せずやりたいことをやりたいっていうのがなんかちょっと子供性なのかなって、今話いろんな話を聞いてみて、もう自分のこう立ち位置だったりあの立場だったりこう状況だったりをこう考えてこう自分を抑えるっていうことがをあのことがちょっと子供性が育ってないで、自分がこう一歩踏めれば、自分はとても子供性があったのかなって今話を全体的に聞いてみて思ったところです。もしかしたらこの問いを始めるときに皆さんのそれぞれのお伺いできたらよかったのかなと思ったんですけど、改めてその怖いっていうことに対して皆さんがどう捉えているのかがすごく今気になっていて、今日出てきたなんか臭いって分かってるなんて書いてしまうのかみたいな感じに、怖いって分かってるのに怖がりに行くみたいな、その多分怖いにもいろんな側面があると思うんですけど、なんか改めて皆さんがこの死の時の考えた時の怖いに対してどう捉えてらっしゃるのかが、なんかもっとなんか気になってしまいましたので。ジェットコースターとかがすごい好きなんです。あと飛行機が離陸する時とかがすごい好きなんですよ。なんかそのだから多分スリル感を味わってるのかもしれないんですけど、 でもそれは死をもうなんか別に怖がってないってこととはちょっと違うとは思うんですけど、なんというか、逆にその自分をコントロールできないっていうことをことに身を任せてみるっていうのがいいのかなみたいな気がしていて、その乗っかってみるのが私にとって死っていうのはコントロールできないので、それがまたあの災害とか戦争とか事故とかと似てるし、多分それって元に戻れないと思って、穏やかな死とかはあんまり想像 しないですね。あるのかもしれないけど、死について考えて怖くなる時っておじいちゃんが死んだとかじゃなくて、災害だとか事故だとかそっち系を考えちゃう。なんかその理不尽な死が怖いっていうことなのかなって、なんとなくそんな風に感じて、でもじゃあ善人だったらちゃんと天井を全うできて、悪人だったらダメかって、だけしてそうじゃなくって、善人でも交通事故に遭っちゃうし、悪人だからって言ってなんかこう悪いことしてても、ね、なんか幸せにな最後を迎えるかもしれないわけだから、なんかそこってもう本当に自分が関与できないところなのかなと思ったんですけど、 なんか そこの関係って どうなんでしょうかね。関与できないとかコントロールできないっていうのが
危機的な状況だって刷り込みがあるのかもしれない、思い込みがあるかもしれない。だからなんかそういうものにも抗って、なんか準備しなさいとか言われるじゃないですか。なんかこう地震が来ていつ来てもいいようにしなさいとか、抗う気持ちをなくしちゃいけないっていう感覚がある。だから何でもコントロールできないものでもしようとするから苦しいし、無理だって分かってるので、そういう時はそれでもやっぱそのあ、うん、どっちにこうなんか諦めなくても対策しても来る時は来るし、あの事故が肥大していくのがすごい怖いなと思っていて、だから自分がコントロールできる範囲がどんどん大きくなればなるほど、でも必ず絶対自分がコントロールできないものっていうのはあり得るわけで、だからなんかだったら本当になんかその偶然性とか、なんか差し伸べられた船に、なんか手にこう乗ってみるとか、なんかそういう風な方がなんか穏やかでいられて、なんか自分がこう自分のこうなんていうんでしょう、自力でなんとかなるっていう範囲がこう広くなっていくことの方がなんか怖いなってなんか思いました。めっちゃ面白いんですけど、それなんでですか？そのいやもう割と似てるんですけど、大福さんと、うん、その肥大、自分の肥大化していくっていうのが怖いっていうことが逆に僕は分からないんです。あの昨日ゆっくり腰になりまして、今ちゃんと動けないんですよ。体もなんかコントロールしにくい状態で、なんか死ぬタイミングももちろん決めれないし、なんか穏やかに死ぬか、なんかすごい地震とかでも恐怖の最中に死ぬかとかって結構こう運かなって思って、でなんかさっき の, その心配は無駄なのかの問いとつながるのかなとか思ったんですけど、分かんないからなんか心配しない方がお得かなみたいな、そういう感じもあって、さっきあけみさんがその自分のなんかちょうどいいサイズになって幸せを感じるみたいな、なんかある程度こう縮小してきたから私は幸せになったってことをおっしゃって、半分はなんかそんな感じがするなと思いつつ、半分はでもなんかコントロールができないことがほぼほぼだからといって、別に自分の可能性が狭まったわけではないというか、むしろなんかいっぱいまだいろんなことはできそうな感じがする。だからなんかコントロールできるできないと、なんか可能性が広い狭いはなんかイコールじゃないような感じがするっていうようなことを考えてると、なんか満ちていく感じがするなっていうのを思いました。受け入れる受け止めるの話が出てきた時に、なんていうかな、あ、また新しい概念が出てきて、あれそれどういうことだみたいな話でまたあの話があったと思うんですけど、でもなんかそれもまたまとまりそうになるとまた違う話が出てきて、またなんかあわあわって、まあ、僕の中ではすごいなってて、なんかそれがすごい、でもそれをずっと考える時間が用意してもらってたのですごい面白かったなと思いました。やっぱり人の話を聞くっていうことは、この初対面の方たちの中でしかも前提があってそれ聞きましょうっていうの、それでもなんかこうなんか時々こうちょっとまだ喋ってるのにくれくれじゃないかなそうな時があって、あのこれはこのボールのおかげなんですけど、あのそれをなんか意識できるっていうのは普通はそうないので、うん、そう、ちょっと家でもこのボール作ろうかなと思って達成感みたいなのとは全然違うので、すごく新鮮で、疲れましたけど楽しかったです。人が何かを考えて哲学するってことを知りたくて来たんですけど、それがこう今までは考えてこう縦軸に深めていくみたいなイメージがあったんですけど、今割とこういうこんな感じでなんかぐる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 回りながら深まっていくみたいなことなんじゃないかなって、まあ、薄々思ってたんですけど、今日すごくそれに対して実感を持っていられるっていうか、まあ、そこがまさに本当対話のなんか役割というか、まあ、面白いなって思って、なんか
これみんなすればいいのにと思いました。分かり合いたいっていうのもあるけど、分かりなんかそれで共感し合いたいわけではなくて、逆になんだろう、ちょっと自分とは違うじゃらっとしたようなその風な感じを受けたことが、家に帰ったりとかずっと考えてる時になんかこう減らしてくれるみたいな、あのすぐじゃなくて後からみたいなことにつながることをがあって、まあ、そういう体験がなんかこういう方法を皆さんの意見を一つのテーマに基づいてやることでなんか自分のものになっていくみたいな感覚が、まあ、なんで他のことではできにくいんだろうっていう疑問も思いつつ、でもこういうこの初対面の人たちと一緒に過ごすことでできるなら本当にもっと取り入れたらいいのになっていうふうに感じました。誰かの言葉に何か触発されて何か思い出すみたいな、で思い出したことを言ってみたするとまた誰かが何か思い出して言うみたいな、で何かそのいうのがこうしたっていううちに何かあのでもじゃあもう全く取り留めがないかという一応共有とか経験みたいな言葉の周りがこう巡ってるみたいな。もう一つはそのさっきのあの正直劇場で野村さんが言ってた確かになと、その経験流れ去っていくもので共有して残す残るものだって、その2つって基本引き裂かれてるじゃないですか。共有したいと思うかは多分あの共有したいと思っちゃうんだろうなと思う人は何らかの形で、だから共有能動的に意思というよりは別に共有したくもないんだけど、なんか共有したいと思ってしまう体がみたいな、なんかだけど共有できないみたいな、なんか そういうこのなんか矛盾っていうか、なんかあの難しいって言ってないんですね、そういうの面倒くさい感じ、さっきのそののろけは聞きたくないでも辛いことは話したり聞いてほしいみたいな、そのある種の面倒くささみたいなところ、なんか人間は面白いなと思いました。